デジタルコミックウェブコミックタキオンザデジタルマンウェブコミックはウェブサイトで公開される漫画のことオンラインコミックとも言う誰でも簡単に漫画を発表できる手段としてアマチュア作家を中心に利用され多くのウェブコミック作品が発表されているアニメーションなど動的な要素を持たせられるなどウェブならではの特徴がある2007年11月現在では 星よりこの今日の猫村さん山の車輪の漫画屋関流吉谷の僕おたリーマン小島あじの隣の801ちゃんまたウェブで発表していた作品を商業用にリメイクした高塚里野のワーキングなど単行本がベストセラーになる作品も生まれている絶版漫画図書館のように絶版となった作品を配信することによって 広告収入を得る新たなビジネスモデルが構築されたり、これまで顧みられなかった作品が脚光を浴びる場合もある。また、漫画家を目指す者が自由に作品を発表することで足がかりを得る事例もある。また、一般クリエイターの作品発表という側面では、自らのホームページやブログ等で作品を発表する手法が主流で、そこから、 ウェブコミックランキング等のリンクに登録をして大きな集客を得ることも多い。また、サイトを登録するポータルサイトとしてのリンク集からさらに発展した形としてウェブコミック投稿サイトなど直接作品を投稿もしくは登録できる CGM サイトも作者及び読み手の人気を集めている。作品はウェブサイト上で GIF JPEG などの画像ファイルフォーマットや PDF、Adobe Flash でアップロードされ、Web ブラウザで閲覧する形式である。操作性を重視し、専用フォーマットで発表、閲覧ソフトを利用して閲覧する場合もある。なお、ビューアーを用いない方式にも表示に時間がかからないといったメリットがある。内容は、絵日記的なものから、SF 漫画やギャグ漫画と幅広いジャンルが含まれる。 表現方法も一コマ、漫画、四コマ漫画、一ページ漫画などの短い読み切りから長編漫画など多岐にわたる。大部分は無料で閲覧できる。作成は主に PC 上でグラフィックソフトウェア、タブレットなどを用いて行われるが、紙に描いたものをイメージスキャナで取り込んで公開しているものもある。ウェブコミックを対象にした漫画賞には、 ウェブ漫画総選挙や次に来る漫画大賞がある。次に来る漫画大賞では雑誌ダヴィンチとニコニコの共同で紙媒体と電子媒体の垣根を超えた漫画賞が設立され、ウェブコミックも部門ごとに受賞大賞となった。また、ウェブコミックのみを対象とした総選挙は2017年に開催されたウェブ漫画総選挙が初めてであった。 2012年4月に始動したウラサンデーは、ワンヤダロメオンやトツカタクシといった、新都社やニコニコ製画で知られていたウェブ漫画作家を集め、平日に1作品ずつ更新される、慶語作品を無料で閲覧できる仕組みを整えた。リアルタイムのコメント欄やランキング性の導入、ツイッターやフェイスブックなど SNS との連携、そしてダウンロード可能な状態での無期限掲載などの、 要素が反響を呼んだ。しかし、同年中に月間平均閲覧回数1000万や利用者数80万人を記録したものの課金システムや広告を導入していなかったがために赤字が続き、姉妹アプリのマンガワンとともに無料公開を一部に限るなどシステム変更を強いられることになった。2012年には、就営者もジャンプスクエアのデジタル化に乗り出し、 ジャンプブックストアをリリースした。デジタル媒体にも読者がいることを認識した集英社は漫画以外に動画や小説も掲載したジャンプライブを2013年にリリースしたがこちらは十分な利益が出ず漫画のみを注力した少年ジャンププラスをリリースすることになった。2014年9月にリリースされたジャンプでは週刊少年ジャンプや 少年ジャンプネクストの有料購読やウェブオリジナルの漫画作品の閲覧が可能となった。また、個人が独自の作品を投稿するサービスもリリース時から用意された。ジャンプと漫画ワンは出版社による無料コミックアプリの利用者数で1、2を争い、スマートニュースと連携し、テレビ CM も放送された漫画ワンが2016年にジャンププラスを上回ったが、 2020年には再びジャンプが上回った。これは日本における2019年コロナウイルス感染症の流行による外出自粛や休校といった状況に合わせてコンテンツの無料提供を行ったことが理由と考えられている。この他に出版社が運営する漫画アプリとしては、集英社ではゼブラックや漫画、ミーなど、小学館ではサンデーブ、エブリ、講談社では マガジンポケットとパルシー、白戦車では、漫画パーク、法文社では、コミックフズがある。ありがとうございます。